公開処刑人、森の熊さんお嬢さん、お逃げなさいは、堀内光太郎による日本の推理小説。第9回、このミステリーがすごい。対象の最終選考で受賞は至らず落選する。しかし、後に、第10回、このミステリーがすごい。対象の隠し玉として出版されることとなった、公開処刑人、森の熊さんの続編となるストーリー。 森の熊さん連続殺人事件から3年後、2代目、森の熊さんを名乗る人物による、処刑という名の殺人事件が発生。初代同様に声明をネット上に出す手口は同じだが、初代とは違って言葉遣いが丁寧なのが、新士刑と呼ばれる2代目、森熊の特徴だった。そんな折、私立慶成高校の2年のクラスに、 羽田結衣が2学期という中途半端な時期に転入したが、彼女は3年前に廃工場で、初代、森熊に殺害された巡査の妹だった。マスコミと周囲の中傷で2度目の転校を余儀なくされた、結衣は3年前の事件につながる要素を排除すべく、両親が離婚したことで平穏な生活を得ていた。ところが、転入前に起きた、男子生徒の自殺を発端とする2代目、 森熊の事件に巻き込まれてしまう。また、結婚直前の恋人たちを襲う五感による悲劇も起こっていた。二つの時間軸で物語が交互に描かれる。ありがとうございます。